ハロー、こんにちは。 T1 vs ジェンジー3試合目ラストゲーム、 T1 ブルーサイドを選択。今日4試合全部レッドサイド勝ってるんだけど、でも T1 がブルーサイド選択したんで、やっぱブルーサイド有利っすよね。わかります。で、何をバウンする T1。 ルシアン・コーキーバイ。ジェンジーは常に同じ番だね。アッシュ、レナータ、オリアナ、またアジール。ほう、フェイカーエンゲージちょっと噛み合ってなかったように見えたけど、アジール。さっきヴァルスとかトリスタンやってたよ。ピックバンは一緒に見えるよ。ラカン一緒だね、全く一緒だね。ジンバード、これ世界大会でもやってたよね確か。さっきバードバンされてたし、ケリアバードスキン今年もらえるしな。でグマヨシもジン好きらしいんだよね。ジンのスキン欲しいなって言ってたね。強い ADC が強いらしいからな今。ジンもスキルダメージ半端ねえから強いジンだろう。に対してさっきはトリスタナだったけど、ヨウネイ、まあ、ジンバードでね、バードがロームしてゲーム破壊してくるからね。はい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 。インベードが強いチャンピオンバンするね、ジェンジ。ブルーサイド側がさ、レッドサイド側のボトムのジャングル入ってきたらもう壁ドンし放題だしな、新しく買った地形。バードのトンネルとかで一瞬でロームしてくるだろうし、ブルーサイド側のボトムレーンだから、なんかジンとバードすごい動きしてきそう、楽しみだ。地形をうまく利用できるかな、新しいの。ウディア超メタだね。みんなやるじゃん1回ずつ。 DRX 戦もそうだったけど、お互いに触ってた。スモーボールを같이좀밸런스를생각했다는거죠지금。그렇죠。미드바텀의라인전이어려울수있는부분을좀。で、ウディアのアンサーは何？ゼウス。ゼウスは正直何でも使えるよ。何が最適なんだい？よー、懸念。ウディルがもう아무리뭐막비벼대도モンゴリアソ一旦계속때리면되니까。AP 相手も強いしね。特にロストチャプター派生じゃない。マナーを持ってないから懸念は。いいアイテム買えるんじゃないか。そしてジャングル、どうしたオーナー、ベルベス行くのか。6グラブで勝てねえんだったらそこにベルベス加えてもっと子供作ってやってやるってことか。オーケー。6じゃ足りないらしい。ウディアが敵のトップにいると、トップ側のね、そのヘラルドとか取りづらいと思うんだけど、グラブとか。でも、ケネンだったらいけんのかな。で、また魔王界、ジェンジ。T1 は全員軽く出るね、バード以外。一方、ジェンジはもうミッド ADC に軽くを任せて、他タンクみたいな。マインドを維持하고있습니다。ね、で、クルテンボシキの今、세번째セット、어떻습니까？그래서전반적인방향성이어느정도。ベルベス。一応、ちょっと変わったけど、序盤まだ強いだろうから、マオカイと比べて圧倒的に。ボトムとかトップの主導権、まあ、主導権を作ってもらって、ウェーブを先に押し込んでもらって動くって感じかな。うん、まあ、ヨネも序盤あんま強くないだろうし。全連押し上げてから敵のジャングルに入っていく。ゲームを破壊する。バードのポータルで機動力もあるし、楽しみだね。 T1 が序盤破壊するんじゃないか。ハロー、こんにちは。 T1 vs ジェンジー3試合目ラストゲームです。 T1 がブルーサイドを選択。構成的に序盤強いチャンピオン取ってきてるかな。で、敵のジャングルに入っていく。うわ、またケリアレベル1で引っかかるね。今回はそこにいるんかい。ケリア、これは死んだー。うわ、2試合連続ケリア引っかかる。さっきはボトムのブッシュで引っかかって、今回はそのトライブッシュに
マインドゲームを買っているジェンジ。いやーちょっとレベルは事故り続けてはいるね。しかも今回ヒールもフラッシュも使って、しかもファーストブラッドがバルスに、ジンバードでボトムを押し上げて、このボトムの地形使って早めの敵のジャングルにインベードするみたいな、ベルベスの強さって敵のジャングル取るっていう動きなんだけど、ちょっとバードがサモナースペル消えちゃったし、バルスがロングソード1本多めのスタート、やばいね。걸또노린건지아막타까지아페이지쪽으로킬들어갔고요초비는자체력으로버텼습니다다른얘기인데톱레인데뭐戦いが起きている데케넨을선택했어우디아이테아마리메나이매치업케넨은레인지ですからね。しかも今回リーサルテンポ케넨かなり強気ですよ。병력을애초에젠지가양분을해놔서아그렇습니다위쪽은추닥상말씀하신아래쪽에는확실하게상대를낚고챘습니다젠지푸쉬로가아르캐라ではないけど걔는プロキシーをどう対策するかだよね。どっちみちプロキシーは止められないのかな。たわてたわの間でファーム食うやつね。다른템으로시작을합니다。カラが돋을고시작하는페이즈。제어와드도있기때문에여차하면상관이。ワルス早めにピンクワード買ってきたね。お金余ってたか。지금마오카이의동선이그렇죠그냥풀캠동선에무난하게가는아래까賞金でプラスでゴールド入ったからポーション1個買わないでピンクワード買ったのか。でラカンがなんか早めのローミングしてるぞ。レヘンズこいつクレイジーだからな。両サイドで挟むやり方か。ラカニはレヘンズね、ロームプレイヤーだからね、本当。いや、ワルスダメージいく。ロンソードプラス1本あるからか。これね、ウェーブ的にね、フェイカー前出なきゃいけないんだけど、出れないんだよね、ファッキンラカンがずっとミッドいるから。こういうのがだるいから、ミッドレーナーからすると、地形を変えたんだよ、もうちょっと広く。だから刺さりづらくはなってるけど、まあ、警戒しないといけないと。マジでゲームできんからな、サポートこうやってやってきたら。お互いに。フェイカーだよ。それほっとけないよね。대픽전략에서제일핵심이됐던건진바드가빠르게나오면서바텀을주도하고바드의움직임으로야이마노요네가네조반키츠이캐라だからねこうやって支えてあげるのいいね。바드쪽에데스가나왔어요。요네가ファーム食えて結局時間経ったらよね一人で後でキャリーできるし。작정하고라칸이그냥붙어서도와줘아니지금막워낙でラカンが助けに来るからバードもミッドに来て 2v2 になると。とベルベス敵のチキンを盗むのに特化しているチャンピオンではあるが、寄りが早いのは敵のラカンだ。おおノー、レヘンズの強さっすね。근데마오카이에요그리고상대가지금맵을넓게쓰고있고주도권이나름있어가지고잘못걸리면가는겁니다그렇죠금방금방움직이거든요금방금방추격을하거든요못버텼습니다그러니까애초에1킬을가져갔던바르스가혼자버틸수있다고판단이있으니까리엔즈가미드쪽에붙어서정글을가사포터가게임을破壊してくな이게제우스를악순환으로갈수있습니다이야고레와시누아이러면전멸이있어도와これね、これちょっと構成大丈夫か。フロントがいねえからな。全レーン勝って敵のジャングル盗みに行くっていう、そういう構成に見えるんだけど。レベル1でも事故るし、ラカンがミッド助けてきて、なんだかんだヨネが全然ファーム食えてるし、ベルベスも捕まるしな。オブジェクトコントロール쪽에진짜신경을많이써야됩니다오케이근데베르베스これで一応もらえるよね多分자젠지가이거내돌리가없습니다계속하나둘셋1個でもらえるの1個でもらえないんだ魂落ちないの3つ目で出るのかな이거먹어두면우리가나쁠게없어뭐이런스탠스를취할거고아그렇군요아지금흐름순조롭거든요でこれでボイドグラブ取るでしょでも取っても今日負けてるからね6つ取った側が全部リエンジ완전히풀렸네요これ取ると結局ドラゴン取られるから
どうなるんだろうか。あ、そっか、6レベじゃないからもらえねえんだ。そうだそうだ、ベルベス6にならないとあれもらえないんですもんね。確かに、あれ進化すればステータスも上がるし射程も上がるし壁も9で超えられるからクソ強いんだけど、息子も出るし。ヘリアド적극적인움직임은뭐그냥대표적인움직임입니다만페이지를건드리지도못하는상황에서포인트만지금덴지쪽으로가고있습니다그러니까첫킬이계속굴러간다고봐야겠죠오타가이니 ADC 와쿄이아이템그럼뭐기인은킬까지먹은데다가더든든하겠죠아무리일단뱀픽단계에서말씀드렸다시피이게상대가캐넨이고계속때려대면어우좋았어요우디르입장에서도바드よりも動くな아このラカン하거든요그래서그쪽억제가어느정도되고있긴한데문제는그냥다른쪽이젠지가애초에기본적으로좀잘풀려가지고아그럼요이미마오카이가101로아이템오에하산데르소기다리고있다오헤리아오가먼저발라두고뒤로가서가요에초비한테오마이갓초비캐이런양상이원래나오면안되거든요쓰에つえー、こいつらつえー、レーズキャニオン。お前らもともとグリフィンとダムオンでライバルだったやないかい。お互いに新しく入ってきたチームでな、キャニオンとレーンズのこのデュオつえー。キャニオンへ、いろんな運送や움직임이、おっとけぼめんじょん。오히려안좋게될수도있는데지금성장자체는베베스보다밀리긴하거든요우리 CS 랑근데계속성과를내고있는거라서그렇죠선택을한거죠 어떤컨셉의플레이를할것이냐아니너바드가やりたいんだけどね先にもう行動読まれて先回りされてんね뭐이렇게하기가어렵죠그냥뭐가신체력은빠져있고미드쪽은계속힘을줘서요네가이미풀렸고요예그러니까요예그리고요네는그래서요네バックキャンセルした편해집니다예어이거逆にバックキャンセルしない方が良かったんじゃないか。グマユシ捨てられた。しかも全然射程出てし。あれ、ケンジが、マチ、エギアルモアツで、ウィンピエス、ウィンドソフトで出てみた。ああ、ほんとだ、なんて。えこれ、ボイドグラブ関係あるか。ああ一応同じメンバーで3年目なんだけどな世界大会も優勝したんだけどななんでこいつら国際大会弱くて韓国だと強いの、まあ、メンバー変わったけどさチェデル마무리하고이번에도다이브까지남아요그리고진은안보이는곳에서멀리서쏘는걸좋아하지물리면그냥진은차렷으로가요원래 、네、 결정적일때도총알이없을수도있고그나마여기서이정도선인게다행입니다맞지 T1 젠지인이가되나이네맞지이렇게되면남은건 T1 에게있어서는육층스택을확실하게쌓는まだ負けたわけじゃねえけど일단그걸쌓아놓고생각하는게맞겠죠톱분에ファームサつけてますよ네우디아가なかなかできないねプロクシーやりたいことが같이어느정도보고있긴한데젠지도신경을쓰고있긴해요やっぱギャンク刺しづらいね그래도육층의그가치가넘치는한게 ADK 는刺しづらくはなってるわとてもいい실제로지금치소케넨이말씀하신사이드쪽예전마린이생각나는갑자기네 1대1최강자어떻게보면우디르를잘보덤의바라스는뭐고스트브레이드컴플리트진은되ない지금상황에선お互いにゴーストブレードビルドだね있어서좀부담이오긴할거예요예그렇습니다상황이바라스는이길까그리고이제나오거든요그래서벨베트오케이6그라브이끌까미스테그래6그라브でオッケー、しかも進化した。オッケー、一旦4。一旦4。キャニオンも5は渡したくない。絶対取ってくれ。6取ってくれ。ベルベスと6で勝てなかったらもうおしまいや、このファッキングラブ。ゴミや。あ、ファック、オーナー死んだ。うわ、ジンのオルトが当たらない。しかし、グラブ取れ、グラブ取れ。取れ、取れ。ベルベスと6だ。バロス来てない。おしまいだよ、これ。もうグラブ取っても。オッケー、5は取った。よっしゃ。ドリーム。6、ボイドプラスベルベス。もうこれ以上のプッシュ力はないよ。オッケー。でも、ゴールド下がって終わってる。あまりにも終わってる。なんだこれ。ピ
グラブにリソースを吐きすぎて負けちゃうっていうのが罠なのかな、プロの試合だと。현실은젠지가그냥대박이득받습니다그렇습니다대본벌었어요네그그림이나올까딱그질문을던집니다보통불리해지기시작한시점에서바로まあでもねここでタワー取られたけど、こっからタワー殴れさえすれば、特にベルベスが進化してる時にタワー支持したらもう無限に出ますから、ガキたちが。대시를한것처럼뛰어가지고도망간거거든요그렇습니다그리고또드래곤은저입으로계속가요지금이길어져있거든요 네이건뭐입을베개라기보다이미샤워를끝냈어요그렇습니다지금뭐단독군장에서완전군장으로지금바꾸고있는상황입니다총을뭐를쓸까준비하고있는상황이에요まずゴールド差が3000ゴールドもついて、タワー殴りに行けるかどうかだよね。まず先にウェーブを押し込まれるだろうから、タワーを殴れなかったら意味がないんだよな。일단그거는시간이좀많이걸리긴할거예요그리고아무래도지원도당연히많이필요할거고그통나무의무게를감당할수있을까걔넨 AD 난다그러니까애초에코어아이템이좀빌드 OK? 무대는우디르가초반에갱도받았고성적탱크2人이르시네작정하고특정컨셉아무튼뭐마감은오히려개인이막는역할을한다면요네가못한것도아니고아그렇죠앞서그말도안되는수치보셨죠초비의요네미드본대쪽에서페이즈도성장을너무잘해서진입장에서도좀오케이로그그라브의힘을見せてくれ우디르야나우디르야でもウディアだからウェーブクリアが早い。でもダメージすごい出る。ウディアアーマーだから結構削れるね。때립니다젠지도오거든요계속때리면죽이겠죠하지만젠지를가만히있으니까여기도그냥あと1分でタワープレート消えちゃうよ。この6グラブでタワーバッキバキにしてゴールドを逆転したい。 T1 追いつきたい。バルスいって、あいつアイテムがやばい。バルスクールダウンブーツじゃなくてスイフトネスなんだ。今ねクールダウンが結構削られちゃったから、ゴーストブレードにもヘイストついてねえし、クールダウンブーツで補うのかなと思ったんだけど、MS ブーツだね。ゴーストブレードとスイフトネスブーツで足が速い。初盤とマオカイが、ジャングルで来るわよ。これピンクワード置いてあるけどさ、ワードあるね。ちょっとピンクワードの置き方がちょっと微妙か。ブルーのワード見つけられてないぞ。ラカンもモビリティブーツ履いてる。俺モビリティブーツってもう誰も買わなくなったんじゃなかったっけ。クールダウンブーツちょっと弱体化されてるけどさ。バードがなんとか救った。バラスがしっかり削ったね、ジンの HP。ベベスがマオワとオブジェクトコントロールながら、ちっちゃっけ、どうも気分だもんよ。パワープレートなんだかんだ取れなかったな。 T1 4000ゴールド差。T1 フロントがないからね、あと CC もちょっと薄いからやりづらいぞ。バードのウルトでキャッチがベストか。グラブ取ったけど全連押されてるからさ、ウェーブ処理されてるから何にも繋がんねえ。グラブゴミなんじゃないかこれ。ソロ級だけもしかして。エコージャングルソロ級で強かったけど、世界大会でデトネーション使ったら罠認定されて、そこから誰も使わなくてデトネーションだけ敗退して終わった時を思い出すな。エコージャングルマジでクソだったな。スクリームソロ級とねプロの試合は結構違うからね。スクリームとかソロ級だと全力でバトルしたりするけど、プロの試合は硬くなるからな、みんな。
거두는 게 없습니다. 빈손이 케이스가 많고요. 마크로 게인이나 를 가라. 다가셨던 맨 쪽으로 때라. 타스케를 가 이겨낼 까 우마이 우마이가 우마이가 아니 지금 벌집을 건드린 느낌인데요. 저 미사일 깨어난다 그래. 벌집이 막 이렇게 페이커가 파서 쓰라. 1人 캐치했다. 우마이즈는 이게 또거니. 우마이즈는 그냥 싸우는 데서 왔는데 그냥 캐니어 워낙가 초비 언니게를 나니가 起きてるんだ. 何これ俺が知ってるロールじゃない。いろんなところですごい何かが起きてる。いやでもチョービートップ捨ててボトムに行く判断素晴らしかったね。セカンドターン取れたしトップダイブされる危険性も免れてでミッドも取って、これどっちがグラブ取ってるか分かんねえな。これグラブよりもヘラルドなんじゃないか。やっぱ俺たちが知ってるヘラルドが強えよ。ねえ、あれ世界大会王者なんだけどな。맛있을때거든요겨울되면따지보겠습니다나름서예계를해서먼저때리면좀어떻게해볼수있지않을건데갑자기싸워보니까몸에맞대보니까이상해요グラブはゴミだしレッドサイド最強なのかこれ。俺たち全部間違ってたのか。그리고여기싸주여기싸준데또눈떠보니까지는딱우리팀뒤에서뭐가왔죠너뭐어디에겨누고있는거냐어디에보고있는거야어떻게우리를잡고막어떻게하긴했지만그마이씨우르토웃때지분의바쳐忘れてたの把握できてなかった。ケネンは強いね。オケネンは強いね。お願いゼウス。でもウディアはウェーブクリアがって勝て。거의있다간또상대오기보니까아그렇군요캐캐년도근처에있었고요그리고참6000골드사20분만아뭐終わりや뭐야바이しかも4ドラリーチ하이야グラブ取ってるからな。ドラゴン取られるんだよな絶対。그런데그페이지가패였으면얘기가안되는거거든요애초에템선택도굉장히똑똑하죠밤에끝자락을올렸기때문에바드의이니시도사전에차단이되어있고요그냥또그렇게딱버티고있으면어떻게뚫기도어렵고그렇죠마지今年の T1 의課題は젠지타오스ことだな지금돌아다닌어떤그경로그거주행거리따지면제일많을거예요마일리지장일겁니다그리고성과도있어요솔직히그냥바쁘게다니기만한거예요젠지だけには本当勝てないよ기동력의장화에태양의섬에도가고정말넷전역을돌아다니고있는 렌즈입니다그래서 T1은 하는거밖에없어요슈퍼플레이밖에없어요 아니이게진짜어떤식으로봐도요이미뱀픽때부터밸류차이는났고요지금상황에서날개도안되고뭐뭐되는게없어요오브젝트도다뺏겼고사실상ちょっとねレートゲーム明らかにジェンジーが強いからなこれ。敵ダブルタンクなのにジンでどうしようっていう話だからね。逆に T1 はタンクがいないからねバルサのポークビルドいてんだよ。懸念もな、なんか AD ビルドで、AP でワンコンというか、集団戦のドリームがあるわけじゃないしね。あー、フェイカー、ウルトのタイミングがちょっと早かった。いけ、1人は捕まえた、でもそれはサポート1人だけ。オッケー進化したよっしゃグラブしようぜよしグループすんげーの全く말씀이죠사실상자초비는여기있는데오예안타깝다예어오로다와오예그래도그래도예왔다갔다예두주경로가예그래도이미날랜챔프라서기본적으로아그러네요아까도결과적으로잘빨아들인거거든요아그렇습니다그래도뭐리엔즈라도잡은게어디겠습니까
물론그거로만족할수는없겠습니다만하나하나이렇게따라가기바랍니다 T1 그래서젠지장에서무리할필요가없죠3룡을챙긴상태에서다음룡까지기다리기만하면되는거니까여기서진짜한방에터졌으면또대형사고인데아이거불패사들걸렸으면그래서킹콩이되고그대로조용돌이멈춰라그다음에메이커치고뭐피스가뭐여러가지뭐 CC 연계가그런걸봤는데원하는대로된사이즈는아니었어요네아캐논까지같이대로갔으면아쉬움이남습니다그때또터널로빠지네요무서이네터비왔어요아질을메이커메이커잡히는것도확정이라고한다면俺は無理ゲーすぎる逆に反対側にでキャッチを狙うオーナー捕まえられるか捕まえた700ゴールドでかいしかも進化して OK11 交換いいよいいキャッチだよバードのルートでうまく捕まえたフラッシュ持ってない相手フラッシュバルスが持ってないタイミングずっとバードのルートでキャッチし狙いたいねタワーが殴りにいけねえ6グラブ持ってるのにじゃあ今度は5000チャンスなくよ。2名のオーナーが苦戦하긴했어도굉장히막말린건아니라서빨아들이기도하고자킬관여율도꽤높아지고있습니다하나하나다시보도록하겠습니다여기서베이커는어쩔수없었고요그판단에티원이빨리했예오너는그냥아오너가ここで捨てて反対側でキャッチしに行くのよかったねこら救えないってやつだじゃあ죽은아지만본게아니라위쪽에서다시빅스택マップだからか早かった노렸는데전멸로빠지고그래서전이상대여기있다스킬도빠졌다그때베베스가달라붙으면아이게뭐할수가없죠그쵸얘도붙으면어4ドラそうだこれ取らなきゃ4ドラ取られて負けるぞ T1 これ取らなきゃ負けますうわバード取ったバードがバードがバードがこれ取られた瞬間ゲーム終わってたけど まさかのバードが取るっていうねキャニオンスマイトすら打てれずに終わったかオーナーがスマイトをミスってそのままバードがしっかり取った OK4 ドラさえ取られなければ、まあ、常にワンチャンはありそうだけどそれでも苦しいウカジアンキバラミダチェンジイプチャンワーチバラとクラッケットポチョガてかバラス何涙すら買わねえのチゴイッタラゴゴネゲマケツイヤギナジマクロミヨタヨギメンモアラがワンソンイデルゴンデクレクシナナスミダクルキョウイビルドチキョスミダビワネヨヨ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 やっぱマナムネ弱えよな、バフくれ。まあでもそうか、ブルーバフみんなに入るもんな、20分以降、取れれば。敵のやつもパクればいいし、勝ってるんだったら。ケネネサイズを활용하면서도、中間にスーパープレイが必要。いい武具예요、一旦。그런것들이이제조금씩조금씩나타나고있습니다설마했거든요걔넨그인수난다반정도는해낸느낌이거든요역시아이거팀명들이그뭐오늘대진장난아닌데진짜그런경기들이바도노우르토데완창저치기에는리스크가확실히좀있어요바로네바드의소용돌이도있고요특히방금전상황겪고나서기다리고있다가예더못칠것같고원래실제대부분의역전은바론에서나올때가많거든요그럼요자이런5000차정도는진짜순식간에투시팀이라일단묘목이랑같이계속해서밀어내는거죠이게마오카이의보유이유입니다그래서여기까지장악을막케넨가네스프릿에특화したビルドはしてるわけだからこいつがこの6グラブで勝てればいいな그리고저버프도진짜모두를위한복지아진짜큰데바도캐리어가힛가가르바드가생존기가아무리좋아도그냥못움직여요 그러면죽는거죠그리고안나가면바로퇴근하면너무크게받으니까나가긴했어야됐거든요즉변수에바드가없거든요그대신상대도이것저것빠지긴했으니까아그렇군요그러니까젠지도그러니까무리하지않는거죠그냥이정도씩만갈가먹어도어차피사이즈는굉장히좋다시가이가도래네판단내렸어요예기인이혼자서아래쪽에서다먹고있습니다실제로이런상황속에서캐넨이
サイドルをどうやって적극적으로하거나이런턴이거의안나온다고봐요。すぐにバロンは行かないね、ジェンジ。サポート殺しただけだし、ウルトもヨネのウルト使っちゃったし。サイド쪽에서몰했다면설마타오가이기겠어요。はい、ヨネ結局アイスボーンまだ行くのかよ。자그래도한번더기대해보는 T1。일단아제르가코어가좀떠야저단단한우디로와마오카이뚫을힘이좀생길것같거든요いやちょっとね困るんだよね、ヤスオとかヨネとかがタンクアイテム積むの。ずるいわ。え、궁금하면지금내라。그쵸。ずるいわ。え、궁금하면지금내라。그쵸。え、ラカンにライン지우면서。피곤하거든요、그냥이상한。視界取るやつがいねえんだよな、T1。みんな柔らかい。ウディルが뒤로달리면서앞에서마오군까지고이니시도가능해요。お。あれと。서로접촉중괴롭혀보고있는데이거는우디르도나이스스탄나이스 CC 기네컷트골컷트골오나이스캐치이거찬스다ぞこれしかないここしかないぞバノウルトまだ残ってるここで1人2人キャッチしてバロン取ってドラゴン取ってでも何かしたいんだけど視界もないしなドラゴン用にセットアップしなきゃいけないから一旦バックか25秒デッドだけどバルスナイトエッジ持ってるからウルトでキャッチできねえバードチェンジ、キーン、ウェイで4名に장난이아니거든요결국キーンと곧나옵니다ドレモン、어떡하냐사용、アップソのバードが먹었거든요그렇죠、이건점점まあ連戦勝ってベルベス育つっていうプランがうまくいかなかったからしょうがねえか構成がちょっとやばいなやりづれ連戦オールイン構成だった OK 一旦4ドラまた阻止ださっきみたいにバードが盗めればベストだが2回連続いけるのかバードウルトワールラカンがとんでもねえところに隠れてたそっちかーい。やっぱジェンジ強えや。シナジーがまだ、ね、連携が取れてないかなって思ったけど。한쪽을구매했다そんなことはなかった。キャニオンキーンだからね、マジで。リヘンズも去年 KT ですげえ仕事してたし、メンツやべえよ。手も足も出ねえ。オッケー、ケネン、シックスグラブ、バックドア、オッケー、これバックドアエンドしかない、もう5対5したら絶対勝てねえ。いや、でもテレポート使う、ここで勝つしかねえ、取られたら結局ディフェンスされる、あー、なんでこいつノックアップ持ってんの。超ビーてか超名マジでヨネ使うとき最強に見えるんだよななんでもっと使わねえんだろうもったいないわーお盗んだ盗んだんだけど4ドラさえなければなアジールビルドすごナッシャからのリッチメンだリッチメンバフされてめっちゃ強くなったんだよね今までゴミだったけどでもアジールでも積むんだねそしてケネンはアルテミスなんだっけテルミウス結構強いよなあれマジクリジスト上がってあディフェンスが上がるのかどっちもテルミヌスか貫通も上がってとったけどノーリアクション
とってもだからね。おお、でもレヘンズが捕まった。オッケここであと20回同じことを繰り返せばいいって韓国の実況に言われてる。オッケー。うわー、届かねー、勝負しねー。オッケー、あと18回。オッケー、 OK、 6グラブ持ってるよ、6グラブだよ。こっちバロンとベルベスと6グラブだよ。でゴールドも3000ゴールドに追いついてきた。6グラブ、バロン、ベルベスはもうタワーバッキバキだろ。いけ、ミッドタワー。タボ2개밖에못갔으니까깨울것도많기도하거든요。와6일6이긴합니다만첫데스를먹었습니다조비한테실제로젠지도진짜막그런생각도있고요와걔네보면영혼도한번제지당했었고바론도또이렇게되고와진짜끈질기다그렇죠당연하지만양팀붙었을때서로쉬었던적없거든요 네이것도어지간하면사이트인데이걸맞췄어요끝자락에서그리고벨베스가못큰게아니라고계속강조했었잖아요말씀하셨죠세거든요달라붙어서막팔팔거리면세요그게대전의마술을오생고르드와엄청성장했겠습니다천원그대로먹었거든요그래서진짜와 T1 의바론파워플레이3000결국그전의상황이뭐가어떻게바론盗んで3000고르드와겟도した T1 고르드結構追いついたね변수가더가능성들이다올라바론은아또どれくらいだ3秒で消える OK 4人でトップ行ってるちょっと待ってバックドアもうベーストレード早いやっぱ早いっちゃ早い敵避け続けてこういうふうにタワー取ってやれば良さそうだねしかし問題はエルダが1分10秒これ取られてエンゲージされた瞬間負けるT1 こっから勝てるのかえアジールそのアイテム買うんだバード死んだけど捕まえたうーんなんかケリーは今日微妙やなもう연결될게있나요아장르는30몇초그래서장르쪽시야를그냥먼저잡는다진짜아시야그렇죠、네、시야잡는것도의미가크거든요물론이죠그게시작인데역시아動きとしては敵がいてもっていう感じではあったけどちょっと味方遠かったからねあそこで捕まえても味方の位置とちょっと合ってなかったねいるのは分かってると思うんだけどアジールのビルドさこれボイドスタッフあの鼻のやつあれボイドスタッフみたいに魔法貫通はあるんだよねでボイドは 40% でこっち 30% で味方にヒールを渡すみたいなそっち行くんだアジールで相手タンク2人いるのに OK 敵のバック止めて OK グラブ6グラブ6グラブ OK 早く早くもうファイトを諦めてる5対5絶対無理だからっていいねいいよ揺さぶってけいいよアジールとケネンこれもスプリットビル特化ビルドだからねおお1人持ってきそうだったちょっと待っていや 2v2 どうだいやこれ全然あるぞ 2v2 だったらケネンはもうグラブ取ってうわあ、フラッシュだけど裏にバルスでも逆にこっちのエルダーが人数有利ではあるぞでも2人しか生き残ってねうわ相手テレポートで来るなんだかの揺さぶるけど T1 人数が足りんいやまあいい揺さぶりだったねあがいたね
했다가 백도어로 이상했을 수도 있는 거거든요. 네. 그러니까 핵심 기인과 초비를 배치했다 그 말씀이었고요. 그게 성공을 거뒀습니다. 기인까지 기록을 했고요. 아, 결국 장로 먹고 장로랑 바론이랑 또 연결이 됐고 그렇겠죠. 그렇게 되긴 할 거고 이게 시야를 먼저 잡는 더블 테레포도 놓고ってれば 완짠잖아요. 후반 가면 갈수록 그 밸류가 그거 자체가 뭐 젠지모 절대 경계するよな. 또 이후에 이루어진 거라고 말씀하셨었고요. 그리고 여기서라도 야 테레포도 쿨다운 할 텐데가 어떻게든 교환을 하기는 했지만 상대 합류가 좀 빨랐죠. 네. 이게 문제입니다. 페이지가 막 같이 때리니까 방법이 없습니다. 페이커도. 자, 그러는 가운데 장로가 넘어갔고요. 바론 나왔거든요. 바론 속에 사와리니크 엘다 바프 持ってる 아이템에 대해 스틸을 することも 무리다네. 실제로 이게 겹쳤을 때 그 작은 정말 몇 초 동안에 뭐 시간 되기를 되게 가세야 돼. 케넨이 스프리트 사세를 시간을 끄는 거고요. 아, 자 먹는 것은 어쩔 수 없고요. 페이커도 케넨의 뒤로 이끄네. 근데 워드가 ある. 오, 워드가 ある っていうことを 伝えて, 워드가 ない ところから페이커 스텔스 미션다. 6층에다가 케넨 아지르가 막 더블 테레포트 알아서 속도를 아까 살짝 봤거든요. 그렇죠. 조금만 이런 배치 느슨해도 이상해진다. 예. 그래서 자꾸 방어 일순 되면 1人 걸리트제다라 소이츠 捕まえて そっから 바크도 狙える からね. 게임을 좀 공격적으로 해서 원래 끝내고 싶은데 55와 무리. 케넨 뭐 스프리트 독가型の 빌드다からね. 1대1용의 빌드다から. 그렇게 싸움을 하지 않았을까? 아, 싸우고 싶다. 아지엘은 뭐 리치벤트 나샤でしょ? 크소 타워는 하예요. 마프 밑에 혹시 ずっと 케넨과 페이커가 ついてってる. 미리 계속 밀어 버리니까 제주도 수비하러 근데 바드는 포탈을 파르から バード도 이때 이けるね. 근데 これ バロンと エルダーだから ゲーム 終わらしに来るぞ. どっちが 早いかな? バロンと 6グラブ. 제트 아래쪽으로 병력 배치했습니다. 주로. 예, 그렇죠. できるだけ ウェーブ クリア, できるだけ トラップで 時間 稼げ. 바론 2분인데. 우디야 몬바. こいつ 勝てえしな. 마오카이 라카님은 사실 다이브도 가능한 조합. 그렇죠. 그리고 장로가 지금 40초 남았는데. 40초면 넥서스 20분 부진 시간이에요. 좀 봐봐. 엘다 이쪽 35秒だよ. 뭐 ほぼ 시간 ないよ. 아즈레가 막으러 왔고. 결국엔 오프라 게임이 나왔다. 근데 これ 마오카이의 울타도 일기니 게임을 壊すこと できるよ. 우와, これ 게임 終わらしに 来た. 뭔데 これ? 벨벳이 시신에 溶けた. 장로가 아직 안 끝났다. 아, 미니언이 잡아 쓰기를. 바라스는 포크 있대. 오, 근데 초비가 捕まる? 오, 또? 오케이? 오케이? 호, 호, 아들 스나이퍼? What the fuck? What the fuck? 어, 일루다 持ってる 아이템이 勝つのか? 페이커 突っ込む? 마오카이가 W で 무敵? 진가 그래? What the fuck? T1? Wait, what? 일단 티온도 막았어요. 예. 이거 どういうこと? 엘다 바론을 플러스 레드 게임 構成. 아즈르가 승가이도 있었어. 아이테 8000 골드가 유리였다 하즈나노니. 몇 명을 잡았던 게 젠지 입장에서 운이. 뭐가 起きたの? 뭐 초비가 捕まったんだけど どうやって 捕まえたんだ? やば. 초비 たまらず 사슈켄 コンプリート. 다시 보겠습니다. 아 물론 여기서 기세는 좋았거든요. 아주 심플하게 요네가 거의 사실상 너무나도 공짜로 얻어맞는 구도가 나와버려서 바드 Q가 딱 네. 아 바드의 Q가요. 戻ってくるところに バードが Q를 調達て 제우스도 플래시로 바라스의 울트를 이나して 死んでもいいから フロント 張って 아지르가 入ってくる タイミング 作ってあげて 장로가 몇 초 남았던 아 맞습니다. 데이온 야, 기회 있어, 기회 있어, 좋아, 좋아. 어, 기회 알아, 기회 알아. 이네, 이네. 오케이, ここまで. 네, 자, 일단은 버티고도 맞습니다, 디원. 아니 이게 라이엇이 끝내라고. 오르트바스 제인이 아이타. 장로바론 같이 먹고 끝내라는 건데. 어, 그럼요. 궁극이... 그때 못 끝냈다는 것 자체가 이상한 거거든요. 예. 어떤 디버거든요. 그렇죠. 어, 바드... 어, 뭐 있어요? 네, 뭐 있어요? 바드 위치도. 바론 엘다 2분 3분. 오케이. 차라리 그냥. 4ドラ vs 6グラブ どっちが強い? しかもドラゴン最強だからな ヘクステックで 확실히 사이드 챔프랑 같이 하니까요. 그렇죠. 머리 아프게 맞습니다. 벤티 입장에서 보면은 저 케넨이나 타와 사와르니 이케레바인다けどね 웨이브 스나니 오시코마레테르から 타와 사와르니 이케나인데요네 그라바 요하스긴가? 요즘은 창트런들 뭐 맞아요. 네네. 우와 또 마오카이네 우르 더이게츠네 ところから 出してきやがった. 예. 이렇게 난とか 耐えた. 오케이, 페이커가 스프리트 시작하셨습니다. 그렇죠. 결국 순간이 오케이. 젠지오 젠지에 중도한판에 푸시해서 바크 止められたりしたら 페이커가 일순간 게임 終わらしに来るからな. 止めた! 페이커 나샤트 파킹 리치베다도 하예도 크소 하예도. 시카모 6グラム. 그리고 공어 유타에 오 쉣.
Oh shit! What the fuck? 아니 이게 젠지 입장에서 진짜 어지럽습니다. 아 이거 휘둘리고 있습니다. 어지러워. 오케이. 유충 괜히 뒀나? 진짜 아, 그러니까요. 적당히 해라라는 말이 절로 나올 것 같은 게 젠지. 야 그 효과를 공우 유충 효과를 제대로 보고 있습니다. 팀원 젠지가 움찔움찔합니다. 젠지의 생각이 분산되고 있습니다. 혼란스럽습니다. 억지로 끝내려고 하다 보니까 그게 신고. 난다간다 그래. 토프 장글은 아이템 사면 出てるしな. 그러니까 아이템 追いついていけば 分かんないぞ. 젠지도 상대 억제기를 하나 깨놨던 것 때문에 에르다 44秒. 그렇군요. 자 그러면 다음 오케이. 토프도 보텀은 인히비타와 오픈. 바로 치려고 할 텐데 그러니까 케네리 또 뒤로 가잖아요. 파격 나가. 케네리 막 밑인데. 뭐ずっとずっと サイドをしてる ケネンと アジール. 우디르가 웬만하면 철벽이라서 우디르가 막 죽거나 이러진 않거든요. 그러니까 후르빌드. 우디르로 맞대면서 데스카프 콤플리트. 4대 4구도 만드는 게 일단은 좋아 보이는데 케네리 아니면 오기 전에 빨리 장롤 먹자. 케네리 앞으로 오기 전에. 바라서 10킬 먹었댄다けどな. 버프. 고 10분 뭔가 오사れてんな. 에르다와 取られちゃうかまた. さっきみたいな 카미친 파이터で 止められるか 怪しいぞ. 다슈켄も 買われてるし. 일단 기브. 바도 止める. 今さ、マオカイにだけさ、あマオカイにだけバードのウルトかけてさ、盗もうとしなかった今。ドラゴンあえて残して。狙いクソよかったけどな。うわ、通ってたらマジで、やばかったね。いや、今の絶対そうだよね。이번 턴이 기회다. 그렇죠. 예. 장로 먹었을 때 그리고 상대가 아지르가 없었을 때 구성의 핵심인 아지르가 없었거든. 시카시 아지르가 35秒. 야, 근데 웨이브가 네. 와, 보텀의 웨이브 쇼리시로 하야크. 이게 이게 오나. 하야크 손의 보텀의 웨이브. 아, 웨이브 마모라레르 텔레포트 네 크소. 아. 아, 부활이 부활이 이제 일어서면. 네, 한 번 더. 그와. 사스가니 무리카. 지지. 야, 오모로갔다けど나. 전력은 쓰고 있다けど네, T1. 와, SK 선 T1 상대 연속 들어갑니다. 그대로 멋진 것도 없는 엑스스. 젠지츠에. 오, 6 그라브 전부 負けてるし, 今日 레드 사이드 전쇼 난다 けど. 5시에. 젠지. 자, T1 상대로 승리를 거두면서 2024년 더욱더 기대를 팬들. 야, 너무 욕 내봤다네, ここまで. 그렇습니다. 젠지 정말 팀원이 바뀌어도 타일도 유지, 상승도 유지.